その三角ございますね、はい、神社の中に計算のね、これが三義ですね。三義、はあはあ、この赤は足し算を表して、黒は引き算を表すと、はい、こういうなんてこう三義を使ってね、これ後端数でもね、はあ、これはあのいわゆる位ですね。そうです、一十百千万、まあ一応小さいからね、部にも C こと B 線ってありますけどね、はあはあ、それなんでやってたんですね。これは和算ですか。和算ですね、はあはあ、はい、江戸時代に、江戸時代末期までこれやってましたね、はいはい、ところがその西洋、うん、あの文明開化で、はい、西洋の学問をするということで、はい、それまでこれはソロバンの本ですけどね、はい、これはもう150、60年前の本ですけども、あ、そうですか、はい、150、60年も前の本です、はいはい、と明治の初め、いつかそうだ、これは、はい、明治、あ、18年ね、はい、なんとか平民とかね、まあ、はあ、はあ、書いてありますかね、京都、京都市平民、大阪府平民そんなことは今ありませんね。そろばんが、うん、これ三義ですとものすごく手間食いますからね。そうそうそう、そろばんですと早くできると、はい、それでそろばんに変わっていったんですね、はい、なるほど。明治政府になってからね、そういうじゃなし、何でもその西洋がいいと、はいはいはい、何でも西洋がいいと、はいはい、日本はダメだと、はい、いうことになってきたので、学校でもその洋山が西洋の、はい、算数がいいと、はい、ここでそろばんが廃止されたんですわ。あ、そうですか。その学校では使わないと、はい、要算という数字があると、はい、ところがそのやっぱり長年その何十年というそろばんに来て走りに来た者にとっては、うんうん、そのやっぱりそろばん便利でね、ダムで計算しやすいと、間違わないということで、はい、やっぱりそろばんせないかんというようなことがこう機運が上がりまして、うん、はい、政府もね、はい、じゃあそろばんでやってもいいし、これ筆算でやってもいいと、はいはい、いうようなことになったんですね。あ、そうですか。そんなにいろいろこう変遷もあったんですけども、うんうんうん、ずっとやっぱりそろばんが一番いいというようなことになりまして、ずっとそれからはもう連綿とそろばんがずっとこう続けているわけですね。それからね、その前はね、こういうそろばんでやるときにはね、もともと中国からね、うんうん、発達伝わってきましたから、うん、はい、まあ、500数十年前にね、はい、だからその中国のやり方があるんですね、はい、でその掛け算は普通ですけど、割り算についてはね、九九、うん、を使わずに、うん、割り算九九というのがあったんですね。そうね、はい、31、31、はい、10、10割3ですね、はい、17が3は3と1を見たときには、うん、31、31にしなさいと、はい、31にしなさいと、うん、はい、いうことは10を3で割ったら3回、うん、はい、余りが1、はい、で答えと余りが出てますよと、うんうん、計算しなくてもいいと、はい、覚えたその通りやれば間違いないと、はい、これ全部覚えるんですね、はいはいはい、全部これ覚えなかったんですね。そうですね、小学生の、ね、4年生5年生がね、大変だったから全部覚えるのね、はい、この上が2つあります、下が5つですね、うん、これは何でかと言いますとね、もともとが中国から来ましたから、うん、中国は一斤が16両という、16両換算する、はい、60進法じゃなし、16進法があったんですね、はい、それで一つの桁に15まで表すと、うん、10進法は9あればいいですから ね、 そうですね、10進法はだからここにこの9に対して10と、はい、ね、だから16進法なってますので、これ、はい、5と5で10、はい、15と、はい、足して16 と、 16と、ね、なるほど、ところがそれが日本に来るとやっぱり人でええと、うん、はい、ところがこれも10進法にするとちょっとややこしいんですね、うん、はい、それで、うん、上が1つで下が4つと、うんうんうん、はい、こういうのにそうですね、はい、次が昭和13年からそういうふうになってきてるわけですね、はい、それなんでずっとそろばんの歴史というのはあるんですけどね、はい、もともとこういうこの3番計算の際に番ですね、3番を使ってやったんですね、はいはいはい、これが中国で来ましたから、うんうん、3はスワンって言います、中国語ではね、はい、番は番ですね、スワン番と、はい、スワン番のスワン番スワン番スワン番と、うんうん、それからソロ番ってなったという説がありますね。なるほど、いろんな説が、あるんですけどね、一般的にはそれが多いですね。あ、そうですね、はい。
やっぱりその寺小屋の時からそういうので生きてきてますから、やはりその庶民のね、一般的な庶民の計算力が高かったと、はい、全体的にね、そうですね、だからその明治になってからね、西洋のものを取り入れてもそれが可能になったということですね、はいはいはい、そうですね、はい。